はい、ごちそうさまでございました。今日は生卵にヨーグルラッシュ、メロンミックス、このジュースをですね混ぜて飲んでみました。正直不思議なジュースでしたね。基本的には甘い炭酸ジュースでございます。で、炭酸はかなり控えめで弱い炭酸でした。で、香りがですね、何の香りなのか正直よくわからないです。メロンのイラストが書いてあるのでメロンの香りなのかもしれませんが、まあ甘いお菓子のような、洋風の洋菓子ですね、洋菓子のような香りがしました。で、味はですね、すごい独特の不思議な味わいで、メロンの味っていうわけじゃないんですけど、カルピスっていうわけでもない、すごい不思議な味でしたね。やっぱこういうことがあるから、事前にジュースレポとか食レポに関してはですね、ある程度こう下調べしておいた方がいいと思うんですよね。じゃないとこう、まあやらせとかじゃなくて正直な感想を述べようとは思ってますが、こんな感じのトンチンカンな感想になってしまったら、まあ、メーカーさんにも迷惑がかかるかもしれませんし、僕は正直な感想をしてるつもりですけど、デタラメな情報になっていたらメーカーさん側からしたら、いやそんなの違うわって怒ってくるかもしれませんから、やっぱりある程度のまあ基礎的な下調べは、まあ、しておいた方がいいんだろうなと、まあ、今日改めて思いました。非常にこう不思議で独特のジュースでしたね。僕が保有している語彙力ではですね、表現しきることがちょっと難しいので、まあ、ぜひ皆さんですね飲んでみてください。まあ、基本的には甘くて美味しいジュースなので、美味しいは美味しいです。生卵10個との相性はグーでございまして、非常に飲みやすくなっておりますけれども、よい子の皆さんは絶対に真似をしないでください。まあ今日はですね、完全栄養食品というベースっていう、まあ有名な企業ですよね、まあこれをまあ食べてみました。まあ味はですね食レポ編に譲りますけれども、まあ、これからこういうのが増えてくるんじゃないかなって思うんですよ。もう現代社会で、まあ、餓死する人ってあんまりいないですよね。まあ、不幸にも起こってしまうかもしれないですけど、まあ、現代の世界においては餓死、栄養失調で亡くなる方よりも肥満が原因で亡くなる方の方が多いそうですから、まあ、これからの時代は食うや食わずの時代ではなくて、こういかに幸福になるかとか、いかに健康になるかとか、まあ、ウェルビーイングっていう言葉がありますけれども、いかに幸せになるかっていうことをこう追求する、まあ、そういう時代になるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、基本的な社会インフラ、まあ、衣食住ですとかロボットが多分作ってくれて、まあ、人間はですねいかにこう幸せになるか健康になるかってことにこう重きを置くんじゃないかなって思うんですよ。まあ、だからまあ最近ですね糖質制限食品も増えてますし、で冷静に考えたら糖質制限食品って贅沢な話ですよね。200年前は食うや食わずの人も多かったわけですから、まあ糖質制限だけじゃなくて、まあ全ての栄養が含まれてますっていうこう完全栄養食品みたいなのも売られ始めましたよね。そのブームが来た時に僕のこの企画もですねバズるんじゃないかなと思ってるんですよね。完全栄養っていう言葉が流行り始めた時に完全栄養で検索するとこう、まあ、生卵とビタミン C と食物繊維で完全栄養を取り続けている男が出てくると、まあ、その時初めてですね僕のこう努力もですね実るんじゃないかなと勝手に妄想しております。流行り始めてからやってもですね多分手遅れですから、流行る前からですねこんな感じで仕込んでおかないといけませんからね。ちょっとポジティブシンキングが過ぎてるかもしれませんけれども、前向きにこの企画は続けていこうと思っております。はい、ということで現場からは以上です。